はい、こんにちは。はい、阿佐ヶ谷夫婦チャンネルです。はい、今日もご覧いただきありがとうございます。さあ、今日の沼尻への美味しいレシピ、うん、今日は何をやりますか。今日はね、我が家の秘伝のタレと言いますか、うんうん、まあ、焼肉のタレというか、うん、万能のタレをご紹介したいと思います。あれですね、あれをいろいろ、そしてちょっといろんな、ね、使い方もご紹介しながら、まずはそのタレ作り、うん、といってもね、混ぜるだけ簡単なんだけど、だけどすごい美味しいです。美味しいから必見です。で、いろんなものを混ぜるんじゃなくて、結構シンプル。おお、よ、シンプル。シンプルだけどすごい美味しい、うん、本当に美味しいです。ぜひご覧ください。どうぞ。はい、材料こちらです。ポイントがね、この黒砂糖の粉末タイプ。うんうん、はいはい。粉末って最近売ってあるので、ぜひ粉末を揃えてください、うん、早いから、で、いりごまとごま油と醤油とにんにく生姜です。ちょっとまずすりおろします。これ保存したいので、保存効果を高めるために皮を剥きました。ぜひすりおろして使ってください。こちらのコーナーでニンニクをすりおろします。これね、私のね、父親の手作りのニンニクなんですよ。すごいですね。すごいよね、香りが違う、本当に。だからちょっと小ぶりでしょ。うわ、もうすっごい、絶対極上よ。めちゃくちゃ香りがすごいんですよ、もう。すりおろしました。じゃあちょっとこれね、で、もうあとはどんどんこの保存瓶に入れていくだけです。ごま油を、3、2、1だったの分かる、うん、で、いりごま入れます。これは適量ですか。これ 1、 これあのすりごまにもいいけど、いりごまにしました、はい、で、このこれだけでもいいし、先ほどすりおろしたにんにくと生姜を、生姜と、はい、にんにく、これはお好みなんですけど、私控えめにしています。あのいろんな料理にアレンジしたいから、あの使うときに足したりしていいです。これがね、もう出来上がりです。ただ入れて混ぜるだけ。そうそう、で、ポイントは黒糖の粉末入れましたね。それが溶けきったら完成という感じなので、しばらく置いた方がちょっとトローンとしてるでしょ。もうこれだけで美味しいね。いろんなアレンジに、このまま焼肉のタレとして使っていただいてもいいし、いろんな調理に使えますので、ぜひ活用してみてください。たっぷり作ってみてくださいね。これ日持ちはどのくらい。日持ちも水も何も入ってないので持ちます。もう結構使い、もう冷蔵庫で保存しておけば、もう10日とか平気で持ちますから、はい、ぜひいっぱい作ってください。はい、完成です、はいはい。いや、これも驚くほど簡単でしたね。試食はお預けということで早く食べたい。これをいろんなのにアレンジしたおすすめのレシピがあるから、うん、ぜひ今日楽しみですね。そっちまで待っててください、ね、わかりました、はい、ちょっと待ってないけど待ちます。じゃあ3台ぐらい仕込もうかな。ああ、ね、いいね、うんうん、これはもうずっとね、保存が効くんだったらね、はい、いいと思います、はい、じゃあ次の動画も楽しみですね。はい、はい、じゃあ次はアレンジ術ということですね、はい、これそうですよ、はい、では阿佐ヶ谷夫婦チャンネルでした。また明日。これ試食ないの初。初かもね。お、待てみたいな。そう、待て。待て。